はいどうもジョンさんです。今回はですね、歌ってみた企画、玉置浩二さんのこのメロディーをですね投稿していただいた方がですねいらっしゃいましたので、そちらを取り上げさせていただきたいと思います。今回ですね、この企画自体ご存知ない方はこちらの動画や URL を載せておきますのでご覧ください。ということで今回ですね、玉置浩二さんのメロディー歌っていただいたのは TK さん、こちらね TK さん音源を送っていただきました。ありがとうございます。これもですね、取り上げたきっかけというのは、まあ音声ファイルを送っていただいて僕が聞いて素晴らしいなと思ったのでね、取り上げさせていただきたいと思います。まあ、こちら TK さんのコメントは、応募要件がやる気のみということで、素人の声がプロの技術でどう変化するのかと思い応募いたしました。ギター音源に合わせて歌うことが思っていたよりも難しく、音源とずれている箇所があるとは思いますが、よろしくお願いいたしますとのことですね。そうですね、なかなかこういうギターだけの音源でね歌うっていうのは難しいですよね。まあカラオケであれば321ハイみたいなのとか、まあ歌詞が出てねどんどん色付けされていくので歌いやすいとは思うんですけれども、なかなかねこういうギターだけで歌うのって難しいですね。よく僕もほとんどもうカラオケでしか歌ったことない方のバックバンドとか務めることもねたまにあるんですけれども、やっぱり入りどころとか入りの部分とか難しいですね。あと音程もねそのガイドラインがないので、まあ当たり前なんですけどね、ご要望があればまあガイドラインを演奏することもあるんですけども、なかなかね他のことでまあ手一杯だったり、カラオケみたいに逆になっちゃうからね、せっかくの生バンドなのでそのガイドライン、メロディのガイドラインはないので、なかなか歌うの難しいですよね。そして初めてのステージで多くのお客様の前で歌うとやっぱり力も入ってしまって、喉もね緊張してしまってしまっちゃうこと結構多いですよね。全然声が出なかったみたいにね言う人もいますし、そんな中でね素晴らしい僕ナチュラルな歌声だったと思ったので、今回 TK さん取り上げさせていただきました。では早速行ってみますかね。はい、それでは玉置浩二さんメロディー、 TK さんが歌っていただいた送っていただいたこのファイルを見ていきたいと思います。まずこのような音楽ソフトに取り込んでみた結果がこちらとなります。非常に、ね、素晴らしい音量で撮っていただきましたね。理想的なぐらいの音量であると思います。あまりですねこういう波形とか見慣れてない方にとってで、これより大きいと、これよりこういう部分が大きくなっていると単純にね音量が大きく取れているということになります。その iPhone のボイスメモであれば、 iPhone がより近づいた状態、もしくはご自身の声がガッてね大きくなった瞬間にこの波形というものが大きくなります。小さいところは小さい、声の音量が小さかったか離れているかどちらかとなりますね。非常にね素晴らしい音量ですね。これぐらいの音量で取れていれば問題ないというかですね、ベストだと思います。これもなるべくねプロの現場では音量というものはなるべくこの最大値に近いところで取るのがまあベストではあるんですけども、その最大値を超えてしまうと割れている状態、音が割れている状態になってしまうので非常に聞きにくくなってくるので、そこは注意が必要となるんですけどもね。そんな中非常に素晴らしいですね。まずこの編集を始める前にこの TK さんが撮っていただいたこのカラオケ店の少しノイズがね入ってしまっていたので、こちらをですね除去してまいりたいと思います。例えばこういう歌のないところ、これ皆さん聞こえますか？こういうノイズ、こういうのがなるべくない方がですねすっきりと聞こえるので、編集とかまあ最終的なその聞こえ方とか与えるですね感動具合がね少しね違ってくると思うので、これ聞いてみてください。これをまずね Z ノイズの使い方やってみますね。なかなかねちょっと高価なソフトなので持ってる方少ないかもしれないんですけれども、まあ、こういうことができるんだよということと、あとウェブスに入っていて名前は見ているけれどもどういう使い方がわからないという方のために説明差し上げますね。こちらまずこのこういう無音部分、この主となる音声が入っていないところをまずこうやって指定しますね。するとこういう感じ、これが今この赤い線がノイズの部分ですね。これをまずラーニングさせます、覚えさせます。ラーニングボタンを押して再生するとこの緑のこれが入ってますね。もうこれで完了です。インプット完了なのでラーニングのこのスイッチをオフにします。このノイズプロファイルが生成されて白い線となりました。そしてですねここをまた再生しながら、この状態では変わってないです。アウトプット赤い線がノイズが出ているのでリダクションかけていきますね。少しリダクションかけていって、そしてもう少しねここ左の部分を上げていきますね。するとどうでしょうか。これをオフにしている状態だと、最初の状態だとこのような感じ、
このウェーブスの Z ノイズをオンにするとこのような感じ、オフにするとオンにするとこんな感じ。これですね、使い方ももう少し細かくあるんですけども、これぐらいだとね、少しその元の音声がこれ全編にわたってかかるものなので少しね影響を受けてしまうと思うので、もう少しねかかりを浅くした方が実際はね良い効果が得られると思います。元の音声がねかなり変わってきてしまったりもするので、これを見てもね200ぐらいのあたりなので、結構ね主となる部分、このボーカルの音声の主となって聞こえる部分がね結構出てきているので、もう少し深くしない方がいいです。浅く、私の経験から言うとこれぐらい、オフにするとこれぐらい、オンにするとこれぐらいがね多分ベストだと思います。これであればこの本来の音声にそんなに変化がなくですね、それでも多少の変化はあるんですけれども、まあ当然ですね、そのレコーディングスタジオ等で撮った環境の方がいいのはいいんですけれども、このようなプラグイン、このようなアプリケーションを使えばこれぐらいねノイズを小さくすることができます。かなり小さくなってますよね、こんな感じです。それが Z ノイズの使い方ですね。これがですね、この私のこのチャンネルを登録していただいている方にとってはおなじみの画面なんですけれども、音程をですね補正するソフトとなります。このボーカルの音声を補正してあげるソフトとなります。これ単体でボーカルだけね聞かせてしまうと非常にですね恥ずかしいと思うのでね、せっかく送っていただいたので、ちょっとこれは早送りで進めてみたいと思いますね。2,3 分かからないと思います。という感じで完成しました。それではここからはボーカルとギターを合わせていきます。ボーカルね単体で再生してしまうと非常に恥ずかしいかなと思うので、一緒にねアコギと一緒に調整しながら聴いていきますね。まずはアコギですね、アコースティックギター聴いていますね。ここに少しね残響をつけていきます。パッといきますね、こうしてこれつけてないとこんな感じ、これつけるとつけるとこんな感じ、調整していきます。これで完了ですね。30秒仕上げぐらいで仕上げてみました。そしてボーカルですね、こちら TK さんのねボーカルも聞きながら行ってみますね。何も好きだった君がいたこの街、今もまだ大非常に力が抜けていて素晴らしい発声ですよね。非常にナチュラルで聞きやすい優しい歌声ですよね。とても僕ね素晴らしいと思います。喉にやはり力が入ってないと聞く方もねリラックスして聞けるので非常に素晴らしいですよね。喉にやっぱり力が入ってしまうとこちらもね聞いてる側も結構力入ってしまうんですよね。構えてしまったりもするので非常にね素晴らしいと思います。ぜひねもっともっとね歌っていただければいいかなと思いますね。全然素人じゃない素晴らしいね歌声ですよね。まあ、この感じでも悪くないですね。もう少しだけボリュームを上げてあげればこの感じ、いいですよね、もう少しだけそのクリアというかですね、これ先ほども申し上げたようにこの録音のデバイスから少し離れているので近くで歌っているような感じを狙ってそこに近づけていくと良くない効果というかですね無理が出てしまうので、まあ、これはこれでですねちょっと遠い感じも活かしながらナチュラルに聞こえる感じがいいんじゃないかなと思います。
このプロのスタジオのようなレコーディング環境に無理やり持っていってしまうと良くない結果がね起こってしまうことも多いので、この環境であればこの環境を生かしてやはりこの TK さんの声の良さとかこの人間性とかですね、この優しい感じの歌声を生かしていければいいんじゃないかなと思います。じゃあいきますね。まずこの感じから少しね声に明瞭度をはっきりさせていきますね。これかけていないと少しだけですね、よくあるですねこの PA タクってですねミキサーを通したような感じにしてみました。そしてイコライザーを使ってこれかけてないと、かけてるとあんまり違いわかんないですかね。ちょっとこの iPhone のボイスメモで多分結構口から遠い場所で撮ったので、逆に変な出ているところとかですね、この音質の嫌なところが出ている感じはないんですけども、少しだけねそこもギリギリあるかなみたいなところをですねマイナス方向にこの音質を下げてみました。さっきの2つをオフにすると、これオンにすると少しですね雑味ではないんですけども取り除いてあげました。あんまり違いわかんないですかね。あとはコンプレッサーをかけていきますね。かけてない状態だと、かけると少しボーカルが持ち上がって、これねコンプレッサーというのは全体にかかるので、ここだけじゃなくて小さい部分、この A メロの部分とか B メロの部分、こことサビの部分、これですね平坦にして聞きやすくするのがコンプレッサーと言います。そしてもう一個イコライザー、これかけてないと、かけるとすっきり感が出てきました。ここの部分すごく艶っぽい声でいい声の出し方というかですね、非常に良い表現されてると思います。素晴らしいです。そしてもう少しだけね音圧を上げて前に出してあげますね。この部分泣きながらかっこいいですね。これかけてないと、泣きながらこれかけると泣きながら、非常に素晴らしいですね。これぐらいかな。あんまりねその先ほども申し上げたようにレコーディングスタジオのような環境で撮ったのではないので、それに近づけるというよりもこの環境、この撮った感じを生かしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。これでまた同じ意味ですね、この皆さんもカラオケ等でよくご使用されるこのエコー的なつけていきますので聞いてみてください。あんなにも少し止めた後に残響が残ってますね。これをつけてあげました。そしてまさにエコーですね。何種類かつけていきますね。君がいたこの街、今もまだ、まあ一つつけてみました。もう一つ、もう一つつけてみますね。これ元の音源がですねそこそここのリバーブ感というかですね、この残響音が入っていたので、逆にねそこもなんか生かしてあげるような感じ、無理に除去してしまうと難しいですからね。あのエコー等を全部抜くと、寂しくて寂しくて、これつけてあげると寂しくて、あの頃はぐらいの残響をつけてみました。そしてこのままだと音が遠くなりすぎているので、もっと芯の部分をつけてあげますね。
感じでいかがですかね。ギターとも少し合わせてみました。今の全部オフにすると、こんな感じですね。これオンにするとかけた状態が、ということで iPhone おそらくですね、テーブルとかに置いて口とねかなり離れている状態で撮ったので、残響がねかなりついていたので、それを除去するというよりはこの環境を活かしながらミックスしてあげる方がいい結果がね出るとは思うんですよね。プロのレコーディングスタジオのような音の処理がね施された空間の中で、高価な機材ね、プロの機材を使ったようなところに寄せていくよりは、逆にねそれを活かしてあげる方が良い結果が得られるのではないかなと僕はね思います。ある意味ね、なんかいい意味で素朴な感じで仕上げるのがねいいんだと思うんですね。こういう場合はね非常にね素晴らしい歌声なので、まあ、これからもですねどんどん歌っていただくとともに、少しずつその自分の音楽環境を整えていくと、もっとねこの素晴らしい歌声をより明瞭に取れるようになると思います。まずやっぱ PC があったとして、オーディオインターフェース、そしてねマイク、まあ、それらをつなぐケーブルも当然あって、まあ、それだけやればね基本ね声は取れるので、あとこういうミックスとかいった作業は若干ねこういう経験とか、まあお金もねかかる作業ではあると思うんですね。この機材のね台とか、このソフトとか、ソフトについてくるこのアプリケーション的なねこのプラグインっていうものは結構ね高かったりするので、とっつきにくかったりするんですけども、単純に自分の声を録音するだけであれば、パソコンとオーディオインターフェース、そしてマイクがあればね、その目的は達することができるので、そこら辺から始めてみるのもいいのではないかなと思います。またね機材等も紹介、まあこちらの動画でもねいろいろ紹介しているので、ぜひね見ていただければいいかなと思いますね。非常に素晴らしい歌声だったとともに、こういう企画にチャレンジしていただいたこの意気込みとかね、この勇気というかですね、このガッツが非常に素晴らしいなと思います。その TK さんならではのこの個性をですねどんどん伸ばしていってほしいなと思います、ね、優しい歌声で素晴らしいですね。これも玉木さんの元キーでね元気で歌っていただいたので、なかなかね高いキーではあるんですけれども、非常に素晴らしいと思いました。まあそんな感じでですね、またですねこういういろんな曲リクエスト、こういうカラオケ音源を作ってほしいリクエスト等ですねございましたら、コメント欄までお願いいたします。あ、女性用のねカラオケもね作らないといけないですね。ぜひですねいろんなことにチャレンジしてみていただければいいかなと思います。このお別れの挨拶の後にこのミックス後の音源を載せておくので、ぜひね聞いてみてください。ジョさんがお届けいたしました。お疲れ様です。 TK さんありがとうございます。あんなにも好きだった君がいたこの街、あの歌は聞こえて
きだった